んばんは。ウェザーニュースキャスターの松井彩香です。19日火曜日の全国の天気をお伝えします。明日沖縄は雲が広がりやすくなります。にわか雨にご注意ください。その他九州から近畿にかけては雨が降ったりやんだりで、特に九州南部では土砂降りとなる恐れがあります。また大きな地震のあった近畿周辺では土砂災害に注意をしてお過ごしください。東日本や北日本、日差しの届くところが多くなります。ただ中部では天気は下り坂、傘が必要です。関東や東北では洗濯物の外干しもできそうです。北海道も穏やかな空のところは多くなりますが、釧路周辺では雲の多い空、雨具を持ってお出かけください。以上、火曜日のお天気をお伝えいたしました。